ペリトースの妻のヒッポダメイア。ピーテル・パウル・ルーベンス作、ヒッポダメイアの誘拐。ベルギー王立美術館所蔵。ヒッポダメイアは、ギリシア神話に登場する女性名である。ヒッポダメイアとは、馬を飼いならすものを意味する。ヒッポダミアの表記もある。同名の女性が複数知られている。ペロプスの妻、ペリトースの妻、アンキーセイスの娘。このか。 ダナオスの娘の中にもヒッポダメイアがいる。詳細はペロプスを参照。ピーサの王、オイノマオスの娘で、ペロプスの妻。オイノマオスは娘であるヒッポダメイアの求婚者たちに、自身との戦車競争を犯して勝利し、負けた相手を殺していた。ペロプスは一計を案じて、これに勝利し、ヒッポダメイアを妻とする。ヒッポダメイアは、ペロプスとの間に、多くの子を産んだが、夫が、 ママコのクリューシッポスを超愛することに嫉妬し、実施のアドレウスとトゥエステースに命じて、クリューシッポスを殺させた。その後は無形な家逃れ、自殺したとされる。小惑星のヒッポダミアはこのピーサのヒッポダメアに、由来する。詳細は、ペリトースを参照。ブーテースの娘。ラピテース族のオーペイリトースの妻。 結婚式は酒に酔ったケンタウロスたちに荒らされ、ヒッポダメイヤも誘拐されそうになったが、夫やその友人のテセウスらの活躍で助けられた。ペイジトースとの間に、トロイア戦争で戦った息子、ポルポイテースがいる。トロイアの王族アンキーセースの娘で、アイネーアースのイボ姉。トロイア時にアルカトースの妻、幼いアイネーアースはこの姉の夫婦のもとで、養育されたとされる。 後に夫をトロイア戦争で失う。クリウシッポスの死には遺説もある。この戦いでカインウスが命を落とした。ありがとうございます。